会員動画は、はい、大山がコスプレをしています。違います、春日が来たんです。あ、そっか、 あとそれ忘れたっけ。何今日第3話だから。はぁ、第3話、やばい、まみられるの、まみられる春日なのに。あの、金ちゃんとまみられるって話したから、こう嘘おしゃやっぱ、3話でまみられとかないと、やっとかないとじゃないっす。もう、春にまみられたら世界終わりですよ。ちなみに、私は実はぬいぐるみが結構好きです。かわいい。いいですよ、バッシュにも今日は出演してもらいましょう。いやいやここにいて。本当はもっとウィッグとかかぶってきちんとやりたかったのに。ちょっと今日は時間がなかったからな。はい、悔しい。でもまあなんとか約束は果たしました、コスプレで。まあ今日はちょっとアニメの話から始まったんで、アニメつながりでいくと、あのジーベックさんが乗ります。ジーベックさん、シャーマンキング。シャーマンキング、なでしこでしょ。あとニャルコさんとか2199ですね、最近はね。最近は2199、ニャルコさん、他にも音楽ですよね。まあまあ素晴らしいアニメ会社なんで、乗ったらまた告知しますけど、はいはい、今週は正直ですね、もっといろいろ乗るので、うん、ちゃんと見ておいてください。ぜひあのたくさんまた乗りますし、はい、応募してほしいなと思うんですけど、なんか応募に関してまたちょっと親っていうことがあったんで、ちょうどうっかりミスしないようにお伝えすることが一個あります。はい、経歴書が書いてない方ですね、または更新されてない方で、あの経歴がどうやら自己 PR を読むとあるっぽいんだけれども、経歴書に何も書いてないと未経験と間違われて下手すると応募じゃない、対象外になります。なので経歴書は簡単にでも書いてくださいと言っても、経歴書の中でやっぱりみんな書いてほしいっていうふうに言うのは、あのどのゲームにどれぐらい携わったのってところは聞きたがるので、できるだけ書くようにしてください。今すぐ編集してもらえるといいです。見ながらこうやって編集してもらうと、アクセス。そうか、うまい。じゃあなんか春日が推したい会社があるんだって。はい。いや、応募しなきゃ死刑だからっていう会社がありまして。はい、いっぱい死んじゃうよ、やめてくれよ。やばいね。まあ、どんな会社？株式会社アクアさんっていう会社で、うん、イラストレーターの管理をしてくれる、うん、まあ、美大卒とか結構絵を見る目に、自信がありますっていう人たちを募集してる会社です。うんうん、俺とかかな。うん、もう行かないでください。行ってください。応募しとこうかな。次からあのビハイじゃなくて SOS 団って会社になるから。まあカードゲーム系から、まあ、トリックとか劇場版のやつですね、阿部寛、仲間由紀恵の絵をそっくりに描いてる会社さんなので、ああいった、まあ、あのリアル系からこうカードゲーム系のキラキラしてる、まあ、美少女だったりとか美しいお姉さんだったりとかっていうような、うん、いろんな絵柄を扱ってイラストレーターさんの、まあ、スケジュール管理だったりとか、こういうとこ直したらいいですよとかっていう風にアドバイスをする職種です。うん、はい、まあ、多分ここら辺にあの会社名載せたりしてますので、応募してください。応募してください。はい、イラストは描けた方がいいの？イラストは、まあ、昔描いてたけど今は描かないとかっていう感じがいいです。なるほど、なるほど。わかりました。じゃあこれからもあの業界発展とより良いアニメ、ゲーム、漫画作品のために、今日もまた働いていきますんで、昨日2件くらいまた新規の申し込み書が、はい、あ、申し込みがあったんで、おそらくまたの追加で載ると思いますんで、はい、その情報をまた伝えていきたいと思います。はい、結構年末は掲載ラッシュです。ラッシュです、はい、4話は何が起きるのかな。4話はそろそろライバル出てきてもいいと思うんだけど。でもそれってなんかこうデスさんとかさんとかがうちに来るってことですか。リグナビネクスト。あ、ダメ。いや、でかいね、うん、謎のゲストだね。そうだね。はい、あの向こうが結構こう急に。リクナビステキョーマンとか登場してもらったら面白いかもしれない。何言うんですか。まあそんなわけでよろしくお願いします。ドライブシードが濁ります。やだ。